日は、2024年、11月29日、広島瀬戸チームニュース号外でございます。広島1区選出の、岸田文雄衆議院に、前総理ですね、企業団体献金禁止を、ね、阻止するという方向でですね、石破総理に直談判をしたそうであります。なんと、ね、すごいこと、ひどいことですね。まあね、石破さん、ね、総裁選挙の時にね、土壇場でね、岸田さんがね、寝返ってね、それでね、総裁になれたわけですよ。あのままいけば高市さんがね、総裁になってたのに、岸田さんが急にね、土壇場で寝返ったもんだからね、石破さんが総裁になれたわけなんだけどね。結局石破さん、首根っこつかまれちゃった。ね、それでね。うん、まあ、そういう状態の中でね、岸田さんがね、石破さんに、企業団体献金がね、禁止はね、反対だと、いうことで、直談判に行ったわけですよ。まあね、1994年のね、政治改革ではね、企業団体献金のね、禁止の方向性とね、方向性とね、引き換えにね、政党交付金をね、導入したはずなんですよ。それがね、5年後の99年の見直しでね、政党ね、支部ではね、可能なね、ままになってしまった。ね、政党支部へのね、のね、企業団体ね、献金はね、可能なままになる。ね、そしてね、小泉政権、ここではね、外国企業もね、献金可能になっちゃったんですよ。でね、外国企業によるね、利権あさりも非常に激化しています。まあ、そういうことを背景にね、広島県内でもね、外資系企業はね、産廃処分場で、ね、拡張するとかしてますよね。これ、昔だったら考えられないことですよ。うん、多分ね。明らかにやっぱりね、企業献金がね、もうね、その企業はしてたとはね、いうわけではないにしてもね、やっぱり外資のね、がやりやすい環境っていうのはね、そういうことをね、背景に、進められてきたと。ね、まさにね、まあ、広島をね、売り飛ばすっていうかな、ね、日本の国、ね、の経済売り飛ばすね、そういうね、企業団体献金、特に企業献金をね、禁止することをね、岸田さんが阻止する。これはね、もう絶対にね、覚えておきましょう。ね。うん。ひでえ話ですよ。これはね、いけません。はい。まあ、そもそもね、二重取りなんだから。ね。企業団体献金をね、うん、禁止する。そのためにね、政党交付金、税金をね、くださいって細川さん当時言ったわけですから、それはね、政治家全体としてね、守らなきゃね、意味がないですよね、全くね。その時の約束っていうのは何だったの、まあね、それからね、まあ、選挙運動よりもね、実はね、政治活動にね、かかるね、お金はね、青天井になってる。それからね、政治活動よりも、実はね、選挙ね、期間外のね、いわゆる政治活動にね、かかるお金がね、今青天井になっちゃってるっていうね、まあ、そのね、状況をね、改めることもね、大事だなというのはね、感じますね。うん、やたらめったら金がかかりすぎなんですよ。本当にね。いわゆるね、選挙の告示前の期間にね、そこにはね、青天井でお金がかけられるという状況もあってね、結局金をかければかけるほどね、有利という状況もあるわけですよ。まあ、またね、SNS のね、登場でまたね、まあ、それも変わってはきてはいますけれどもね、しかしね、その SNS の問題でまたね、斎藤元彦知事とね、もうね、問題が出てきちゃってね、またいろいろ
複雑な状況になっちゃってるわけですけどもね、まあ、基本的にはやっぱりね、お金がね、かけないようなね、仕組みっていうかな、だからどの政治家がどういう政策をやってるかとかね、そういうのをね、やっぱりね、分かりやすくね、やっぱり発信していく仕組みっていうかな、うん、まあこれはね、マスコミ等も含めてね、しっかりやっていくっていうのも大事だと思うんですよ。あるいはね、公開討論会等もね、やっていくとかね、まあそういったことも含めてね、あれだよね、うん、あまりにもね、お金をね、かけすぎるっていう、ね、状況はね、非常に良くないということです。はい。まあそんなところでね、私とね、本日のね、お話を終わらせていただきます。とにかくね、岸田さんがね、一番政治改革をね、阻止する、そういう方向に動いていると。このことはやっぱりね、しっかりね、言っていかないかんと思いますよ。うん、結局ね、そういうね、まあお金をね、くれる方にね、ばっかりに向いたね、政治になっちゃってるって、そこのところがね、問題だというところです。それでは皆さんね、最後までご視聴ご清聴ありがとうございます。それでは失礼。